こんにちは、花クラブの宮川です。花材キットコース始まりました。今回はお届けキットの開墾方法と水揚げのご案内です。では早速ご覧ください。こういう形の箱でお届けになります。で、着いたらですね、テープをカットしてもらって上蓋を開けてください。上蓋開けてもらったら、次にここですね、ここのところに切れ目が入っていますので、この切り目を止めているテープをカットしてください。カットしてもらって開けてみると、こういう状態で梱包されてます。で、前の新聞紙を取ってください。で、下の方の詰め物も外します。で、覗いた時に前側に新聞が全くなくなったら、この中に手を入れてもらって、お花は器に入っているので、器ごと取り出してください。もし取り出しにくかったら、側面に入れてあるモスですね、モスとスポンジを取ってもらっても OK です。手を突っ込んでこのまま出せそうだったら、器ごと取り出します。こんな感じで器にお花が入ってます。で、この中にはたっぷりお水が入っているので、傾けないように注意してください。で、さらに箱の中に小さな花材が入ってます。こちらはね、アイビーとミモザが入ってて、部分テープで留めてあるので、このテープ外してお花取り出してもらったら OK です。で、今回のサービスのお花の本ですね、が入ってるので、入ってた方はラッキーと思ってください。抽選で5名の方へ一緒に入れてあります。中身はちらっとですが、どんな感じかというと、まあリボンワークだったり、花束とかブーケとか、コサージとか、葉っぱとか枝とかの枝の曲げ方とか、葉っぱの曲げ方とか、なんか面白いんじゃないですかね。葉っぱの編み方とかですね、ワイヤリングのテクニックだったりとか、スポンジの使い方であったりとか、花止めの方法だったりとか、水揚げの方法ですね、いろんな水切りだとか手織りだとか、焼くとか薬品を使うとか、結構多岐にわたってちゃんと書いてあります。で、道具についてとかっていう、ありとあらゆるお花のテクニックがまとめられている、結構使える教科書になります。で、出してもらったら、お花はもう短くしてあるので、カットしてお水につけてもらったらいいんですが、一つ注意点としては、この箱に入れるために少し短めにカットしてあります。なので、特にチューリップですね、今回メインで少し長く使うので、カットは 1-2cm ぐらいまでにしておいてください。他の花材は多少短くても大丈夫なんですけど、チューリップを短くしすぎないようにご注意ください。カットしていいのは1センチから2センチまでにしておいてもらうと大丈夫です。茶色の包装紙を外してもらうと、新聞に巻かれたものとシンビジウムが入ってます。で、シンビジウムのセロファンも外しておいて、切ってお水につけてください。で、こちらの方ですね。少しね、エリカの葉っぱがパラパラするかもしれないので、この新聞の上で逆さまにして、エリカのこの葉っぱが散るんですね、葉っぱを先に散らしておいてください。そしたら下の輪ゴムを外します。入っている花材はエリカですね。で、オレンジ系のチューリップが4本、ピンク系のチューリップが2本。で、アルストロメリア。1本の人と2本の人があります。前回の動画見てもらったら分かるように、結構長くて立派なのと、すごく短くてっていうのがあったので、1本の人と2本の人が存在します。折れてしまったので、まあ、私用にはちょっと折れたの残り2本。で、中には、皆さんの方には3本カーネーションが入ってます。で、ピットスポルムが2本ですね。小手まり1本分を分割して、あります。
水揚げしていきますが、小手まりの方はできたらペキッと手で折ってもらってお水につけます。別にハサミでも大丈夫です。でハサミの場合は切ってもらってそのままでもいいですし、もう細いのでそのままでも大丈夫ですが、割れる分は2つに割ってもらって入れてもらったら OK です。もうかなり細いのはそのまま切ったら入れてください。でビットも、太いのは割ってもらってパツッと、もう細いものはそのまんまカットしてお水つけてもらったら OK です。で気をつけないといけないのはチューリップですね。今回メインなのであんまり短くしたくないので、もうほんのちょっとだけ1センチか2センチまで切ってお水つけてください。これ切りすぎないように要注意です。こちらも短くしてもらっても全然大丈夫なアルストロメリアとカーネーションです。なので、まあ、折れちゃったのも全然使えます。私はこれを使ってきますね。でエリカもで同じ作業した方が早いので、葉っぱ外すときは全部外してください。でもう一回一緒にまとめてパツッと切って、でバケツに入れるときにはこういっぱい溜まってきてるので、このまま突っ込むとしっかりそこまで入らなかったり他のを折ってしまったりとかするので、必ず向こう側に寄せてスペース手前を取ってからこの中に入れてきますね。なのでできるだけお花を傷めないように、であとトントントンとしてちゃんとバケツの底まで茎がついてるかを確認しましょう。でちょっと上に浮いた状態できちんと使ってないってことがないようにしておきましょう。あとこれですね、白の包装紙の方に入ってたのが、IB とミモザです。でこちらはスポンジに刺してある状態ですね。これ外してください。お水入ってるのでこぼれないように要注意です。で抜いてもらって先端パツッと切って、このまま避けてちゃんとお水につけますね。でミモザは、下まで結構ついてたりとかするので、ちょっと切ってもらって、まあ、この外さないようにちょっと切って、できる方は割ってもらってお水につけておきます。ミモザはね、花つきとか枝の長さとか、膨らんでき具合とか全く個体差が、1本でもすごいひょろっとしててちょこっとしかこの横枝がないのとか、すごいふわっと長いのとかいろいろあったので、まあ、どれが自分に当たるかは、まあ、ついてからのお楽しみにしてください。やっぱりあの自然のものなのでみんな全く一緒っていうわけにはいかないので、自分のところに、やってきたお花たちを、まあ、めでて愛して使っていきましょう。じゃあこれで、しばらく数時間置いて水揚げしたらアレンジしていくという形です。ちょっとねしっかりつけてほしいので、まあ 4,5 時間はつけておいてください。ついてすぐ水揚げしてもらっているんだったら大丈夫だと思うんですが、水揚げまでに時間がかかっちゃったとか、受け取りが遅くなっちゃったとかっていう場合はお花ちょっとこう元気なくなってるかもしれないので、その場合は半日以上しっかりと水揚げして、それからアレンジしていきましょう。スポンジに刺して水揚げはできないので、ぐったりしたのをスポンジに刺さないようにしていきますね。ではまたアレンジでお会いしましょう。